ソユーズトママイナス10は国際宇宙ステーションへの往来を目的としたソユーズのミッションである。2007年4月7日にソユーズ FG で打ち上げられ第15次長期滞在の2人と共に1人の宇宙飛行関係者を宇宙に運んだ。2007年10月にソユーズトママイナス11と交代するまで緊急脱出用の宇宙機として ISS に止まった。 ソユーズ・トマ -10 は2日間の飛行の後2007年4月9日22時10分に ISS とドッキングした。二人のロシア人宇宙飛行士は宇宙船が地球に帰還する10月まで ISS に止まった。宇宙飛行関係者のチャールズ・シモニーは11日間を ISS で過ごした後ソユーズ・トマ -9 で4月21日に地球に戻った。 ソユーズトマ -10 は10月21日7時14分に ISS から分離し9時47分には軌道を離れた。大気圏再突入の際にスムースな突入ができず弾道突入となってカザフスタンの着陸予定地から約 340km も北西のアーキャラック西部に着陸した。宇宙船の周りのプラズマによる通信の断絶から回復するとすぐに 乗組委員から飛行奇跡が報告された。この弾道再突入は再突入の際に予期せぬ事態が起こった時のための予備として用意されていたモードだった。調査委員会は今回の誤作動はコントロールパネルと降下用の装置を結ぶケーブルの損傷によるものであると結論づけた。着陸は10時36分だった。 このような弾道突入は過去にソユーズとママイナス1でも起きていた。また次のソユーズとママイナス11でも起こった。ありがとうございます。